ただいまよりアイナック神戸レオネッサ2023-24シーズン新体制発表会見を始めさせていただきます本日の司会を担当いたします宮川遥ですよろしくお願いいたしますまずこの会場ホテルロイヤルクラシック大阪はトップスポンサーのベルコ様が2019年12月にここ新歌舞伎座跡地にて開業いたしました 熊健吾氏が設計した建築に100点を超すアート作品を組み合わせたミュージアムホテルとして世界中のセレブにご利用いただいておりますまた本日の会見の模様はアイナーク神戸レオネッサ YouTube チャンネルにてライブ配信されておりますどうぞ皆様最後までよろしくお願いいたします それでは皆様にご登壇いただきましょう安本隆アイナックフットボールクラブ株式会社代表取締役社長ジョルディ・フェロン・ポルネ監督 クリスティアン一式通訳小倉咲子コーチゴールキーパー、船田真由 ミッドフィルダーマスヤリカミッドフィルダー北川光る ディフェンダー、松原優菜ミッドフィルダー、林真中以上、本日のご登壇者となります。 盛大な拍手をお願いいたしますそれでは皆様ご着席ください <music> まずは安本隆アイナックフットボールクラブ株式会社 代表取締役社長よりご挨拶をいただきますはい、えー、皆さんこんにちは、えー、お集まりのメディアの皆様、えー、お忙しい中、えー、今少しね雨が降っておりましたけども足元の悪い中誠にありがとうございますそして、えー、本日はスタッフも多くの皆さんに見ていただきたいということで YouTube で今ねライブ配信をさせていただいております えー、お仕事中の皆さんも夏休み中の皆さんもいるかと思いますけども今日はよろしくお願いします、えー、新体制、えー、発表のこの会見ということで、えー、皆さんの目の前に、えー、います、えー、ジョルディ新監督そして小倉コーチ、えー、選手は増谷、北川、松原そして船田、林とこの5選手が新たに アイナック神戸に加わりまして、えー、いよいよ今週末から始まりますカップ戦ウィーリーグカップ戦を戦ってまいります、えー、まず最初に、ね、いろんなことを話しておかないと後で喋りたくなってしまいますので <laughs> 先しゃりますと昨シーズン、えー、私たちアイナック神戸は2位という成績でした、えー、そして皇后杯も決勝で残念ながら敗れまして準優勝と。 ということで、まあ、世間で言われるシルバーコレクターというところに、えー、収まってしまったという印象のシーズンでした、えー、思い起こせばウィーリーグ初年度はあ絶対優勝するんだということで初代、えー、女王ということで獲得しましたけども、えー、2年経ちましてィ、ねえー、B、リーグの課題もたくさん集客であったり、えーね、いろんな課題たくさんあるんですけどもこうして3年目を w ー,ーリーグ初の外国人監督ジョルディ・フェロン監督を迎えました、えー、まずこの監督の部分でいきますと彼は皆さんが日本の皆さんが大好きなバルサバルセロナ FC で、えー、育った監督です、えー、同級生というかねお友達には今バルサを率いるシャビ監督であったり、えー、ビッセル神戸でも活躍しましたけどダビド・ビジャ選手と一緒にやったり あとはペップ監督ともねの現役時代に一緒にプレーしたいということで一度にオリンピックの銀メダリストでもありますサッカー感も非常にたけている監督でして日本でチャレンジしたいというお話をしましてジョルジ監督にしようということで決めたのが7月の上旬から中旬にかけてですそして外国人監督ですから監督の位置が 選手に伝わらなければ試合サッカーになりません、えー、一番最初にミーティングから参加してくれているのがティティさんと呼ばれてますけども、えー、クリスチャン僕はクリスチャンと呼んでますけども一式通訳、えー、もう10年来の私の友達でもあります、えー、チリ料理店を営んでますけども今回、えー、半分休業して、えー、私たちをサポートしてくれるということで強力な仲間が入ってくれましたそして 小倉咲子コーチ、昨年は、えーえーえー、ジェフで、ね、コーチとして、主務も含めて活躍されましたけれども、まあ、JFA から、えーえー、グアムの、ね、代表チームの監督に派遣されたりとか、ということでやっぱり JFA にも非常に顔の利くコーチですし、新しい監督、情熱家です、もう情熱家を支えるにはバランスを取れたコーチが必要ということで、小倉コーチに声を。まあ 小倉コーチも、ね、新たなチャレンジをしたいということもありましたので小倉コーチを迎えましたそして選手、えー、順番に、ね、並んで順番にいきますけども、えー、増谷理佳選手、おかえり、えー、2年 w、ねえー、<laughs> リーグ始まってサンフレッチ広島で、えーまあ、怪我もありましたけども中盤はゲームにも出れるようになって十分にプレーできるということも分かっていましたし、えー、ポジション的にも私たちが えー、獲得したいポジションの選手でもありますし実力はもともとなでしこジャパンにも入っていましたからあの折り紙付きのところもありますので今回、えーまあ、帰ってこないかということで声をかけさせていただきましたそして北川光選手、えー、アルビレックス新潟レディースからあい、えー、なく神戸にということで、えー、北川選手もおなでしこジャパンに、えー、招集されたことも何度もありますし もともとその実力レフティーということでやっぱり貴重な戦力でもありますしこの場で言いますけども2年続けてオファーさせていただきまして今回、オファーを受けてくれたということで晴れて神戸にやってきてくれましたそして松原美奈選手関西出身です。 あい、えー、クにも所属しておりました浜野舞香選手と同じ、えー、大阪府高市の出身でして、えー、やっぱりセレッソ大阪レディースアカデミーでもー頭角を現していましたし、えー、ポジションとしてもやっぱり、えー、今回、まあ、昨年いた選手が出て、えーまあ、別のクラブに行ったということもありますけどもやっぱりどうしても補強しなければいけないポジションという中に、えー、松原選手は非常に当てはまっ いましたえー、本人はね、あのー、あんまり饒舌にしゃべる方ではないですけども、その中に秘めた闘志っていうのは非常に持ち合わせた選手でして、えー、きっとアイナなくに新しい血を入れてくれる1人ではないかなと思って、えー、ファーししましたそして、えー、移りまして、ゴールキーパーの船田真優選手、もともとはジェフ千葉にもいましたし、昨シーズンのチフレ。 で、えー、活躍もされてました w、えー、ーリーグのィーアクションデーというね、えー、どうしても昨年までは11チームですから、えー、11節に1試合試合をできないところがあるんですけどもチフレはいつもあのいい、えー、ウィーアクションの成績を収められてその中心でですね、えー、自分たちが女子サッカー選手として何をやれるのかということを組み立ててきた選手です非常に頭もよくてチームのバランスも取れる、えー、対談という知らせを聞きまして うちにはやっぱ山下という、ね、絶対的な存在がいますからやっぱりセカンドキーパー、サードキーパーがうまくチームに活力を与える大事なポジションです、えー、貴重な戦力として獲得しましたそして林真中選手、えー、皆さん、アンダー20、ね、昨年コスタリカの大会でのアンダー20世代の準優勝は記憶に新しいと思いますけれどもその一員として活躍してきた選手です。 えーまあ、先輩2人が JF アカデミー福島の先輩2人がここにもいますけども、えー、JF アカデミー福島ではキャプテンを務めておりました、えー、この先ですねアメリカの大学へ進学は決まっておりますけどもお今回、えー、それまでの期間アイナックで一緒に練習をして汗を流してっていうところから本人も試合に出たい。 監督も使えるなら使いたいということで、今回アイナックの選手として正式に登録させていただきました。この五人の選手を加えて、これまでいた選手、そしてナデシコジャパンでも活躍してきました四選手含めて総勢二十四名で今シーズン戦ってまいります。ファンサポーターの皆さん、スポーツの皆さん、どうぞ今シーズンもよろしくお願いいたします。安本社長、ありがとうございました。 それでは、監督選手の自己紹介、意気込みを聞いていきたいと思います。ジョルディ監督、そして選手の皆様には、色紙に今期の意気込みや目標を書いていただいておりますので、そちらも発表をお願いいたします。まずはジョルディ監督、お願いいたします。アラメホル

son muchos años como entrenador eh, y para mí es un nuevo reto el, el venir aquí a, a Japón, venir a Kobe, venir a Ina Kobe, para intentar pues mostrar una parte de los grandes entrenadores que he podido tener yo en mi carrera. えと私自身長年、えー、と現役でプレーしてきましたし、えー、とヨーロッパで監督業を営んでまいりました、まあ、今回、えー、とアイナック神戸さんからお話をいただき日本に来ることになりました私自身にとっては大きなチャレンジだというふうに思っています、えー、私自身としては、えー、とこちら日本で私が得た今までの、えー、と今まで私を教えてくださった監督たち から得た経験をできるだけ選手に還元していきたいというふうに考えております。私は、まえーえー、私の意気込み、目標をまずあの書くようにというふうに、えー、と言われました。Palabra, amente, arlo, 迷わず、ここにエキーポ、チームというふうに書かせていただきました。 Son 20 años jugando al máximo nivel desde que tenía 13-14 años. Eh eh 13歳から, eh y 11 años entrenando en fútbol femenino. Eh eh y si ha habido algo que ha marcado eh, conseguir éxitos o no conseguirlos, ha sido el formar un equipo. まずあの、もちろん結果を求めて、えー、とやっていかないといけないというふうには思ってますが、自分自身としてはいいチーム作り、これを心がけて今までやってきました。

es formar un gran equipo. Eso sí, será lo que nos acerque a conseguir un resultado tan complicado o algo tan exigente como el campeonato de la Liga Japonesa, pero por eso vamos a lucharlo. はい、日本でのえっ、ー、とリーグの競争、えー、競争は非常に、えー、強い高いものだというふうに私自身を、えー、認識しています。その難しい勝負の中に勝っていくためにもこの強いチームというのをまず作っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは小倉咲子コーチお願いいたします。皆さんこんにちは。えっと小倉咲子と申します。えっと宝塚市出身です。 私は東日本大震災の原発事故がきっかけで指導者になったんですけれども指導者になってから1つだけずっとこだわってたことが地元には何かあった時に安心して帰れるように絶対チームを選ばないって決めてたんですけどそれでも今回このお話をいただいてお話を受けた理由は指導を始めてから携わった選手がたくさんこのチームにはいて。 しっかりその成長した姿を見届けたいなと思ったからです。で、えっ、ー、と、このいただいたチャンスと、あと限られた時間を大切にして、今シーズンしっかり。チームをサポートしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。選手の皆様からもご挨拶と意気込みをお聞きしたいと思います。まずは船田麻友選手お願いいたします。皆さんこんにちは。 今シーズンより加入しました船田まゆです。えー、本当にあの女子サッカーを牽引するトップクラブであのプレーする機会をいただき本当に嬉しく思っています。えー、今回意気込みなんですけども、えー、私は常にいい準備をするというえ言葉を書かせていただきました。あのキーパーというポジションはやっぱり試合には一人しか 出ることができなくて何があるかわからないというとちょっとちょっと特殊なポジションではあると思うんですけども、まあ、その中でも常に自分に何ができるのかというところを常に考えて個人としてのいい準備もするしかつやっぱりチームのためにもどんな準備をしていけばいいのかというところを考えて、えー、みんなと一緒にプレーしていけたらいいなと思ってますよろしくお願いします。 続いて、増谷里香選手、お願いいたします。皆さん、こんにちは。と、広島から戻ってきました。と、増谷里香です。と、まあ、高卒から、と、七年、約七年お世話になった。このチームに、もう一度戻ってきて、プレーできることが。本当に、楽しみで、と。 試合まででワワクワクしてる気持ちがいいっぱいです今シーズンの私の目標がアシストっていうのにしました。と、まあ、自分の持ち味は攻撃に関わるプレーだったり攻撃にの起点になるプレーなので、まあ、ゴールはもちろんなんですけど、えーとまあ、たくさんの得点に絡むプレーをしていきたいなって思ってます。と本当ににチームに貢献して とまあ、リーグ優勝を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。続いて北川ひかる選手お願いいたします。えー、皆さんこんにちは、えー。アルビレックス新潟レディースから加入しました北川ひかるです。えー、まあ、大好きな新潟を離れて神戸に来るっていう決断は、うん、本当に覚悟が覚悟がいることでしたし。 まあ、このチームで、えー、JF アカデミー福島の先輩方もたくさんいて、えー、すごいレベルの <laughs>、えー、高い選手が多い中で自分がどれだけやれるのかっていうところをもう一度、えー、しっかりと示していきたいなと思ってますし、えーチ,ームにえー、チームのリーグ優勝という目標に貢献できるように頑張っていきたいなと思ってます。えー、っとそこで 私の今期の目標は隣にアシスト王っていう方がいるんですけどちょっと7アシストっていう形で書きました、えー、っとまさに隣にライバルのような先輩がすでにいるんですが、えー、っと切磋琢磨して今年はきっとアシスト王と7アシストが いるということととででゴールは量産できるのかなと思ってます、えー、とにかく、まずは自分自身も試合にしっかりと絡んでチームに貢献できるように頑張ります続いて、松原優奈選手、お願いいたします皆さん、こんにちはサンフレッチェ広島レジーナから加入しました松原優奈です。 まずは本当に大阪出身ということで関西のチームでプレーできることが本当に嬉しいですしまあナックは昔から小さい頃から見てたチームなのでそのチームの一員としてプレーできることが本当に楽しみです。私のの今年の目標ははにに走走るですまずは公衆に走って まあ献身的にプレーすることと、まあその上で、まあこれをベースに。まあ経験のある、実力のある。選手たちから、いろんなことを吸収して。どんどん。えっ、ー、と、自分自身も成長していけたらいいなって思ってます。今シーズンよろしくお願いします。続いて、林真中選手、お願いいたします。こんにちは。 今シーズンより加入することになりました林真奈ですまずアメリカへの入学が決まっている中で受け入れてくださったこのチームに感謝の気持ちを持って過ごしていきたいと思っています私の今シーズンの目標は全力プレーです私にとって新しいステージでの挑戦になるので と常に全力でプレーすることで見えてくる自分の課題だったり改善点をにしっかり目を向けてと一試合一試合しっかり成長してチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。選手の皆様ありがとうございました。それでは続いてアイナック神戸レオネスタ2023-24シーズンメンバー背番号をご紹介します。 皆様、お手元の資料、スクリーンをご覧ください安本社長、新加入選手への、ま、期待の大きさがうかがえる背番号となっておりますが、新たなシーズンへ向けて、いかがでしょうかそうですね、えー、昨シーズンから背番号が変わった選手は、あご覧のとおり、背番号1番、山下選手です。 えー、今大会というかあのこの夏のワールドカップでもなでしこジャパンの1番を背負いましたけども今シーズンは1番をつけるとーワールドカップに出発する前にですね、えー、いろいろ話した中で、えーまあ、あのなでしこでも1番、あイなくでも1番ということで、えー、1番をつけることになりました。でえー、番,あと7番の山本真選手もね昨シーズンはあ スペインのチームから、ね、加入しまして17番だったんですけども、えーまあ、シーズン終わりましたら当然選手と面談をするわけですね、えーまあ、プロ野球やプロサッカーで J リーグでいうと契約公開の場ということで、まあ、いい話になったり悪い話になったりするんですけどもその中で、えー、7番をつけてチャレンジをさせてほしいということで、えーまあ、その時はあの交渉中なわけですよ、皆さんと。 7番はいけるかなということもあって7番よっしゃとまあそれでねやっぱりモチベーション上げてくれるのであればあ彼女のキック力というのはいいものを持っていますから7番にということにさせていただきましたはいえそのほかでいうとゴールキーパーの十勝みのり選手がもともと山下選手がつけていた18番と山下に追いつき追い越せということでねえ 先輩キーパーですけども、山がつけてた18番を欲しいと、これもあの面談の時にそういう話がありましたので、いいよということでいきました、足達寧々選手も20番に変わりました、ごめんなさい、足達寧々とこれ桑原愛が逆,逆ですね、ごめんなさい、20番が桑原愛選手、そのままで、22番に足達寧々選手が入っています。 えー、足達選手も2年目のシーズンになりますので、えー、22番をつけたいそして浜野舞香選手がつけた23番は、えー、同い年でもありますけど囲い美和子選手がつけたいということで、えー、今回、この背番号、えー、これまでいた選手の背番号の変更というのはこの内容ですそして、えー、6番松原優奈選手、えー、松原選手もちょっと背番号ねタイミングの 中でいろいろお話をやったんですけれども、えー、最終的には私、6番つけさせてほしいということもありまして、えー、6番をどうぞと、そして、増、え、谷、ー、リカ選手は、えー、まあこれも本人から8番をつけたいですと、まあ、このアシストをね、狙うにあたってはそういうポジションだと思いますし、まあ、過去、いたときにですね、えー、9番をつけてたんですが、田中美南選手が来たときにね、えー、9番を譲ってくれたことも。 昔はありましたし今回は理科がつけたい番号をつけさせてあげるのが今回私たちが、ね、できることかなということで8番スヤ梨花選手で北川光選手は13番と2年間13番を開けていましたあアレックス・モーガン来たらいいなと思って13番をずっと開けてたんですが同じレフティーで。 えー、ウィーリーグでも屈指の人気選手でもある北川選手に13番をということで、えーまあ、こっちから13番どうですかと言ったのもあるんですけども、えー、13番、2年間空いてた番号を北川光選手につけてもらうことにいたしましたそして、船田真由選手が21番と、まあ、21番、ゴールキーパーの番号をつける方多いですけども、えー、本人の方からもあの本人は何番でもいいですと。 言ってくれたんですけども、まあ、21番どうということで21番でつけてもらいましたそして林真中選手が、ね、一番最後の加入になったわけですけども、えー、まあこの空いてる中で19番どうですかということで、まあ、ご本人も何番でもという気持ちもあったでしょうけども、まあ、やはりできるだけ低い番号というか、ね、レギュラーで活躍してほしいという気持ちも込めて19番ということでさせていただきました、はい、背番号に関しては以上です ありがとうございますそれではここで2023-24シーズンを戦う新ユニフォームを発表いたします2シーズンぶりにユニフォームデザインが変わりデンマークのスポーツブランドヒュンメルが手がけた新しいユニフォームで新シーズンに臨みます 現在、金屏風の前に展示されておりますのが、今シーズンのユニフォームとなります。ぜひ皆さんご注目ください。さあ、金屏風の前にユニフォームが並びましたが、安本社長、新ユニフォームはいかがでしょうか。 はいえー、これは、えーまあ、メディアの皆さんもそうですけどもこれを知りたかったのはおそらくファン、サポーターの皆さんだと思いますけども、えー、2年間、えー、越野裕子先生が手掛けていただいたあカラフルな、ね、ユニフォームに身をまとって、えー、戦ってまいりました、えー、きっとここにいる選手はアイナックと戦ってた選手なので。 えらい派手やなと思ってたと思いますけども、えーまあ、あの派手なユニフォームで初年度チャンピオンにもなりましたし、えー、チャンピオンになったのをそのまま引き継いで2年目ということでやったんですけども、まあ、3シーズン目に当たる今季は、えー、ヒュンメルさんともいろいろお話をしまして、えー、よりシンプルに、えー、力強くしていこうということで、えー、腕のところにあるあの矢印のマーク シェブロンと、ねえー、メーカーさんでは呼んでるんですけどもシェブロンのマークも復活をしまして、えー、よくよく見ていただけますとシェブロンのです、ね、前側、前目の方前身の方がですが、ね、少しその、まあ、点線というか破線で、えー、裏が実線になるんですね。これをつけれをけるのは実は実プロクラブしかないんです ですから実はガンバ大阪さんなど、ね、J リーグのチーム出てきてますけども同じようにセェブロンのマークの半分ずつ、ね、違うというマークを今回つけています色は見まして向かって左側の赤色がフィールドプレイヤーのファーストユニフォーム次の紫色、これはゴールキーパーのファーストユニフォーム黄色がゴールキーパーのセカンドユニフォーム そして黒色を採用しまして白と黒というかアイボリーグレーに近い白ですけれどもと黒のユニフォームがフィールドプレイヤーのセカンドユニフォームと。ですからまあホームのよさでは赤と紫の組み合わせが多いと思いますしアウェーでは黄色のユニフォームと白黒のユニフォームと白の部分にもすごくこだわりまして今世界的に見ても真っ白よりも少しゴールドがかった色味のちょっと濃い白が。 流行りつつありまして、えー、流行りにはあの敏感な方だと思っているもんですから、えー、その色を採用しました黒のユニフォームはきっとお選手も気に入ると思いますしアマチュアのサッカー界ではです、ね、黒のユニフォームを作るなというねちょっとあの暗黙の了解みたいなのがあってそれは審判の方と被るからです。我々はプロあの プロですからあーむしろプロの選手が着る色と違うものを着てくださいということでこの色合いにしました非常にシンプルで、えー、いいと思いますし、えー、紫の日本何色も候補があったんですね緑だったりね、えー、あと何ありましたっけね緑と青とあったんですけども、えー、ここはあ山下選手にワールドカップ行く前にどれがいいと。 紫は来たことがないと。ただ紫のフィールドを来てたお二人があの来られてますんで、<laughs> まあ,あのフィールドプレーヤーですけどもゴールキーパー紫っていうのも初めてですから心を新たに、えー、新しいシーズンを望みたいということの意気込みを表したユニフォームです。えー、明日ファンの皆さん明日の6時からあー先行最速先行発売をさせていただきます、えー。カップ戦の最終戦にはお届けできるようにと。 思ってますので、この後、えー、詳しい情報は、ぜひクラブからの発表をご覧ください。はい、ユニフォームに関しては以上です。安本社長、ありがとうございました。アイナック神戸レオネスタ、新ユニフォームの詳細は、公式サイト S. N. S. をご覧ください。それでは、いよいよ、あさって二十六日土曜日から始まる。二千二十三、二十四、ウィーリーグカップについて。アイナック神戸レオネスタの。 ホームゲームで行う新企画を発表いいいたたししまますす安本社長お願35分経ちまして私ばっかり喋ってすいませんあのメディアの皆さん失業との時間を必ず確保しますのでさらっといきますけども、えー、第1節、第2節はアウェーになります、えー、アイナック神戸の試合は8月の27日、えー、第1節が大宮アルディージャーナックファイブへ乗り込んでの初戦、えー、ナイトゲームです。 第二節も AC 長野パルセーロレディースさん長野ユースタジアムに乗り込んでのナイトゲームです第三節が初めてホームゲームの番が回ってきますけれども9月10日16時キックオフチフレエースエルフェンス埼玉ということで船田選手が昨シーズンまで所属していたチームを迎えての最初の試合ですこの試合で一昨年あ昨シーズンいや違います 最初のシーズンの国立競技場の後に僕が少しあの触れさせていただいたえお客さんに感染量を決めていただこうという企画をいよいよここでやりますえーエキサイティングシートと呼ばれるピッチサイドのシートそれからロイヤルシートと呼ばれる真ん中の部分の選手入場口の真上の川張りのシートの部分フロンティアシートと呼んでますけども前から2列3列をちょうどベンチの真上のあたりで見るフロンティアシート は、有料で販売させていただきますが、残りの座席はすべて入場無料で行います。ただ、入るのは無料。出るときに、今日の満足度はいくらでしたかと。もしかしたら百円かもしれない。もしくは、一万入れる人も入れるかもしれない。 え今、楽天ペイさんとお話をしていましてえ楽天ペイのバーコード読み取れば自分で金額を入れれますからえそこでえ払い終わった画面を見せていただいたら出れますとえ選手たちがゲートにおそらく試合後に行くと思います。 現金でという方は募金箱のような形で選手が立ちますからぜひね選手の顔を見ながら今日の試合どうだったかなということを含めてお金を入れてくださいだから入場は無料ですけども皆さんが価格を決めるというこれはマーケティングの一環でもあります J リーグの平均入場料は2000円と言われています WE リーグは実はまだ2年やりましたがわからない 2000円かもしれないし1000円かもしれない、それをこのカップ戦だからできる、この1試合しかノエスタではやりませんので、えー、この1試合、ぜひね、えー、皆さん、ただですから来てください、そして帰りに試合を楽しんだ後によし、今日はなんぼやということで、えー、やっていただければと思います、えー、選手にもこの話はまだしてなかったので、えっ、ー、と思ってると思いますけども、いいパフォーマンスをして、えー、愛なく、コとしては、えー、その試合がいくらだったかと。 入場数と割れば平均単価が出ますからそれは必ず発表します、はい、僕の個人的には選手にもいい思いをさせてほしいし選手もいいプレーをして私たちはプロサッカー選手なんだということを表現できる試合を作りたいと思っています。はい以上です さあもう一試合ございますが10月1日、はい、1> アルビレックス新潟レディース戦のお話もお願いいたします、はいえー、私がしおしゃべりするのはこれは最後です、えー、第四節9月17日は東京へ行きまして日テレ東京ベルディベレーザと味の素フィールド西ヶ丘で試合をしますこれもナイトゲームですそして第五節ずっと未定としてきましたけども10月1日は決まっていました、えー 15時キックオフということで、えー、淀子桜スタジアムでさせていただきます相手はアルビレックス新潟レディース、えー、北川光選手が昨シーズンまで、えー、所属していたチームです、えー、この前の試合はセレスト大阪ヤンマーレディースさんが 三菱重工浦和レ,ッドレディースをを迎えての試合をします。そしてウィ、えー、e、リーグに関西からようやく2チームになりましたので、えー、私はもともとヴィッセル神戸にいましたから阪神ダービーというよりも新阪ダービーと言って神戸を先に言ようと言ってやってきたんですけどもやっぱりウィーリーグに仲間が増えた、えー、関西での試合を多くの方に見ていただきたいということでこの試合ホームゲームですけども淀ど桜スタジアムでウィ、えー、e、リーグの試合を2試合見れるという企画を まあ得意のダブルヘッダーです、ねえー、をここでやらせていただきますのでぜひ、ねえー、レッズも来るセレッソも見れるアイナックも見れる新潟ーレディス、ね、アルビも見れるということでぜひ、ねえー、女子サッカーファンのみならず多くの方に長い公演へ来ていただきたいと思いまますす、はい、以上ででありりりがとうございましたそれれはこれより質疑応答に移ります。 ご質問のございます方、挙手の上お名前とご媒体名をおっしゃっていただき、ご質問をお願いいたします。まずは朝日新聞さんお願いいたします。えー、朝日新聞の包野と申します。よろしくお願いいたします。 あの先ほど選手の皆様にはあの自分のプレースタイルとかあと、その意気込みなんかを伺いましたのであの私から代表質問で、えっと、監督とコーチにそれぞれ1つずつだけお願いいいしたいと思います。あのまずあのジョリディ監督なんですがあのアイナック神戸にですね、まあ、どういうスタイルを根付かせたいというかどういう戦術と強化していきたいというふうにお考えでしょうか。 bueno, al, al final, eh, desde pequeño, desde los siete años, estuve en el barcelona hasta los veinte. Eh, es intentar, pues, aplicar todo lo que yo aprendí en esa época de, de barcelona, o incluso en esa época donde, donde también estaba en selección española, intentar aplicar al estilo de las jugadoras. Eh, queremos ser un equipo que tenga buen trato de balón. queremos ser un equipo eh, que defienda bien los colores. えっと私自身はまあ7歳からサッカーを始めて <laughs> 13年間バルサでえっ、ー、とプレーしたということは経験があるんですがそこで私が得た経験まああのプレースタイルとしてもやっぱりボールを保持するプレーですとかあのそういったことを求めてやっていきたいというふうに思っていますまたそれと同時にあの選手の特徴特性ですよねそれを生かしたようなプレーをしていきたいというふうにも考えます。 Y al final intento ser un entrenador que intenta explotar al máximo las características o las buenas características de las jugadoras y trabajar en lo que pueda ser un poquito menos bueno. Eso yo creo que es lo que, como he dicho antes, tiene que ser un buen entrenador y tiene que ser un buen equipo. <coughs> <coughs> 同じことになるんですが、あの選手の特色を生かしていくということも、まあ選手一人一人の個性を生かしていくんですが、あのチームとしてまとまった、えー、プレーができるチームをあーチーム作りをしていきたいというふうには考えています。ありがとうございます。えっと次小倉コーチにお伺いしたいんですがあの昨シーズンはあのジェフから アイナックというものをご覧になってたと思うんですがこのチームに何が足りないというかもう少しここを強化すればいいんじゃないかなと思っていたようなところがあれば教えていただけますか <laughs> はいえっ、ー、とまあ客観的にアイナック神戸っていうチームを外から見てたところなんですかね去年 <laughs> すごい難しい質問なんですけど <laughs> えっとまあ 私の指導方針の中に選手がピッチの中に立ったら迷わずプレーしてほしいというのがあって去年のあいなくさんに関して言えばなんかこうちょっとその面で悩みながらプレーしているのかなと思われる部分があったように見受けられました客観的に見て。なので今年は選手がピッチに立つときには迷わずに自分いつどこで自分が出てもいいよというような準備をさせてあげて。 送り出せればなと思っておりますありがとうございましたありがとうございましたその他ご質問のございます方挙手をお願いいたしますそれでは真ん中の方お願いいたします産経新聞の北川といいますよろしくお願いします、うん、あの新しく入られた選手の皆さんに えお伺いできればと思うんですけど、皆さん、女子のワールドカップをご覧になられたと思いますが、それをどんなふうに見られたのかというのと、それを踏まえて、少し先ほど言われたのと被ってしまうかもしれないんですが、女子のワールドカップでのなでしこジャパンの活躍を踏まえて、今期、どんなことをやっていきたいというのを思っていらっしゃるのか、お一人ずつお伺いできればと思います。それでは 船田選手お願いいたします。はい、えっ、ー、と今回ワールドカップを見ていて、まあ、本当にあの日本を代表する選手たちが本当に世界と戦う戦えるんだっていうところを証明してくれたとあの率直に感じています。またその中でもあのやっぱり見ていて、やっぱ組織でチームで やっぱチーム力っていうところがすごくたけていたなというふうにも思いますしあのキャプテンの熊谷沙紀選手がを筆頭によくチームがまとまっていて私たちがその中身を全部知ることはないんですけどもでもやっぱり強いチームというか戦えるチームはああいうふうに一体感を持ってあの一戦一戦臨んでいってるんだなっていうのは本当にすごく刺激を受けましたし私たちもまねるべきというか。 模範にするべきところなんだなというふうに思っております。大丈夫ですか。ありがとうございます。マセ選手お願いいたします。はい。えっとやっぱりなでしこの選手たち一人一人、まあ技術だったり戦術の理解だったり、まあいろんな戦い方も見せてもらいましたし、まあそういうところはやっぱり世界でもトップレベルの技術だったり、まあ その考えだったりは持っていると思うので、まあ、それは世界に通用するところだと思うので私もそういう部分はまあ真似していきたいと思いますし、まあ、逆にフィジカル面だったりそういうところはまだまだ世界との差はあるのかなと思うところもあったので、まあ、個人的にはもっとそういうフィジカル面もやっていかなきゃいけないんだなという課題も見えて、はい、そういう感じでした。 北川選手お願いいたします、はい、えー、っと、まあ、世界のレベルも上がってきていて、うんまあ、フィジカル面だったり、そういう差がある中で、日本が相手チームに対して、自分たちがやるべきことっていうのを、すごい明確に、まあ、ずっと一緒にやってるわけじゃないと思いますけど、その中でも、共通理解を持ってやれてる姿っていうのは、すごいなと思いましたし。 まあ、S. N. S. を通じても、本当にチームとしての一体感というところは。すごくいいなって、いいふうに見えたので。えー、自分たちのこの間神戸でも、同じような姿勢で。えー、一戦一戦やっていきたいなと思います。松原選手、お願いいたします。えっと、やっぱり世界とはフィジカルの差。が、まあ、ありますけど、まあ、その中でも。 技術であったり戦い方次第でまでしっかりと戦えるということを証明してくれましたしまあこの大会を通じて日本自体が女子サッカーにやっぱりちょっと注目してくれてると思うのでまあ今年はやっぱり w ーリーグもまあ見てもらえるチャンスだと思うので w ーリーグを盛り上げるためにも自分たちが一人一人頑張って 行くこととが大事だなと思いいいままししたた林選手お願いいたします去年の U−20 のワールドカップで活躍していた選手が今回のワールドカップにでも活躍しているのを見てやっぱり同世代の選手がそういう世界の舞台で活躍しているのを見て私自身もすごく刺激を受けましたし日頃の練習からやっぱりそういう世界を見据えて 練習していくことがとそういう舞台で立ったときに少しでも差を詰められるような選手になることへの一歩かなと思いましたありがとうございました続いて質問ございます方挙手をお願いいたしますそれでは真ん中の女性の方お願いいたします えと神戸新聞の今福と申しますす今日はありがとうございます、えー、とまず監督にお伺いしたいんですけれども、まあ、もうすでにチームの指導をされてると思うんですけれどもマイナなく神戸のチームを見たまあ今の前、えー、最初の印象と、まあ、その優勝はえっとタイトルを取り戻すために必要なことっていうのはどういうことかなと今なんか考えてることがあれば教えてください。 Bueno, la primera impresión que tuve es que llegaba al sitio correcto. Eh, para mí es muy importante la familia, para mí es muy importante eh, sentirme cómodo, para mí es muy importante los valores que van algo más allá del fútbol y cuando conocí el proyecto de Aina Kobe, dije lo mismo, eh, que, que estaba en el sitio correcto. まずあの, 正しい場所に来たっていうふうに、まず感じました。まあ、もちろん、家族と共に来たんですが、あの非常に神戸という街にもえと非常に満足しておりますし。また、クラブで働くにおいて、いろいろアイナ・神戸が持っているプロジェクト。こういうことを、いろいろお話を聞かせてもらいました。そういったところで、あ私にすごく合っている場所に、まず来たな、というふうに感じたのが、第一印象でした。イェネル・キャスト・デラス・フワドラス、サビア・テニドラ・スワーデー・トラバ・ハルネス・パニャ・コン・ディ・フェレンテス・フワドラス、ハポネス・アス。

機会がありました。あの非常に勤勉で規律正しいあの選手たちだなあの、人たちだなというふうに感じました。ですので、まあ、監督として日本に来て働く、えっと、日本人と、えー、こういう働くというのはあの非常に自分にとってもあの良い機会だなというふうに,あの楽,しにし、えー、楽しみにしてきました。テクニカメン a s p r i ドラス、a s コプレタス、que las vi me costaba ス a b e r si ス r a n d i ランディエス o ラス、オシ a ラン u r d ダス。 y después que tienen muchísimas ganas de trabajar eh, acabamos sesiones de entrenamiento hemos acabado sesiones de entrenamiento largas con mucho trabajo y las jugadoras después seguían haciendo parte de trabajo compensatorio para seguir mejorando eso para un entrenador Muy, muy えと私自身あの選手をで指導していくながらで、えーまあ、いろいろな話も長かったり、えー、と練習時間も長くなったりするんですがあの非常に一生懸命して練習に参加してくれるなというふうに感じましたあの技術的にも非常に成熟した選手が多いなというふうに感じましたあの選手を見てても右利きなのか左利きなのかが分からないぐらい Y lo que espero para este año es trabajar al máximo para para merecer ser campeonas. Eh, no concibo el resultado o no me gusta el resultado si no hemos trabajado para merecerlo. Y creo que este equipo al final la afición cuando nos venga a ver se va a sentir muy orgullosa de las jugadoras de la Inacobe. それでえとまたタイトルを奪取するというところですがあのチームにとって非常に大事なのはあのいい練習を積み重ねるということが非常に大事だというふうに思ってますもちろんプロのチームですから結果が大事ということだとは思うんですがまず結果を求めるということをまずあの発言する前にあの日々いい練習を積むことによって 自分たちの値するだろう結果を得ていきたいというふうに思いますですのであのスタジアムに足を運んでくださるお客様はあいい練習を積んだチームいいサッカーをするチームだっていうふうに思っていただけるようなあのチームにしたいというふうに思っていますでは次の質問を最後とさせていただきまますすごご質問のございいい方挙手をお願いいたします。 では、一番前の方、お願いいたします。フリーランスの塚です。安本社長に、あの、今回、あの、ジョルディ監督を選んだ理由、あと、どの時点で決められたのかなっていう経緯を。で、まあ、あの、監督には、なぜ、日本からのオファーを受けたのかっていうのを。まあ、あの、聞かせてほしい。で、プラス、すみません、あの、何個かあって。 スペイン代表優勝しましたけども、まあ、例えばスペイン代表とかから何か獲得とかできるのとか,とか含めてちょっと答えてもらまずジョルディ監督を、まあ、選んだというか、まあ、候補に上がってきたのは、まあ、あもちろんジョルディ監督のーエージェントの方の紹介もありましたし実はあのー、最初にミーティングする前に 十文字高校で指導のために来日をされていまして石山監督とは僕は一緒に本を前例がないことをやってみるという、ね、<laughs> ここで宣伝しているわけじゃないですけども出させていただくご縁があってで石山さんにも聞きましたところおむちゃくちゃ情熱かえと。 ただちょっと話長いけどねというのは <laughs> 聞いてましたけどもすごくサッカー感を選手にうまく伝える監督できっと今のアイナックが目指すスタイルに合うんじゃないかとまあご本人も言いましたけどもバルサで育ったポゼッションサッカーという。まあ ポゼッションという言葉は、あの一人歩き、日本のサッカーではする傾向にありますので、それはあくまでもその一つのやり方であって、やっぱり勝利からの逆算という部分も監督は考えていますし、えーまあ、いろんなフォーメーション、昨年までは2年間、3バックでやってきましたし、まあ、4バックも踏まえて、えー も,もしかしかたらいろんな対戦相手によって変わることもあると思いますけどもお彼が持っているものを選手たちにうまく伝えてくれることを期待していますでそれはなぜかというと1年目、星川監督、えー、おそらく女子サッカー日本の女子サッカーの中では名将と呼ばれる監督だと思いますそして昨シーズンは、えー、ガラっと関して新人監督、パク・女監督を迎えましてやりました。どちらも 星川監督はきちんとそのサッカーを教え込むもうポジショニングもすごいうるさかったです一方、パク・感情によって守谷雅美が代表まで行ったようにですね選手にある程度の自由というか選手がやっぱりピッチで考えながらやるというところを前面に押し出してくれましたその間を持ち合わせた監督がジョルディ監督ではないかなと。 いうのもありまししてて今回期待してと石山先生からの推薦もありましたので、今回、ミーティングをしまして、最初ミーティングは非常にいい感触でしたので、まあ、勝利、やっぱり3年目はもう一度優勝するという意味では、ゾのジ間でにかけようと決断しました。で、ウィーリーグでは、ですね女性監督をという風潮があるんですで、僕らもそう思っています。 えー、小倉コーチはね、えー、S 級ライセンスを、えー、取ればあのもちろん監督候補になってくると思いますけども、えー、ここまで、えー、女性監督ちょっと苦労されているように僕らは映っていますできっと将来的には半分ぐらいは女性監督になると思いますけどもただ今本当の監督という意味というかそのサ,ッカーサッカー先進国から指導者を招くということがウィーリーグにとって必要じゃないかなと。 いうこともあって、今回初めてのウィーリーグで外国人監督にしたっていうのもあります、それは先進的な取り組みをしたいからという、アイナックのもともと考えでもありますので、海外に行きたい選手も多いんです、実は。うちはあの皆さんご存じのように、ファンの皆さんからはたまにお叱りを受けます、もう簡単に選手出せないよと、簡単に出してるわけではないんです。ただ本人の希望もあれば ああの彼女たちはきちんとあのいやらしい話ですけど違約金も置いて移籍してきてくれてますのでお互いにとってプラスの移籍が多いです、うちは。で、その中に海外に行く前に外国人感動から学べることもあるんじゃないかということもあって今回、ジ、え、ョ、ー、ルディにお願いしました。それからスペイン代表のお話ですけどももちろんスペイン代表の選手をということもいずれ出てくるかもしれませんが今回はこの24人で行きますと決めてますので。えー えーまあ、この流れ、えー、ウィーリューからも、ね、外国人選手をと言われてますけども、えー、外国人選手を獲得するには、やっぱり環境、通訳も要ります、えー、1人で来るより、同じ国から2人、3人呼んだ方がいいかもしれません、そういうのをちょっと今、探ってますけども、今期はこの24人で行かせていただきたいと思いますはい以上です。 監督からもコメントをお願いいたします。はい、先ほどのご質問の。はい、はい、はい。 Eh, los marcan los mercados, ¿no? El mercado español, cuando ya llegamos a un acuerdo, ya estaba prácticamente cerrado. Y lo que hemos tenido claro desde el primer momento es que si traíamos a alguien de fuera de Japón o si traíamos a alguien español o española, era para que mejorase lo que había en el equipo. Y hay muy buen equipo. No es tan sencillo mejorar lo que hay en el equipo. La jugadora japonesa es muy buena jugadora. えっとまず、あの選手補強にあたってですがまああ選手あの補強のためのウィンドウっていうのがありますがあのタイミングを見てみないといけないと思います。まあこちら、と日本側の日本サイドのタイミングまたはスペインサイドのタイミングっていうふうにはあると思いますのでまたそういったところをうまく踏まえないと選手補強はできないと思います。またその補強っていうところにあたってですが本当にのチームを強くさせるためあのそのための補強でないといけないと思います。

Las raíces de ese equipo nunca se pueden perder esas raíces, y si se trae algo de fuera, tiene que ser algo que sume en esas raíces. Y no vuelvo a decir, no es tan fácil traer jugadoras mejores que las que tenemos nosotros en Aina el それを非常にににやっっぱり大事にしないといけないといいいととけう,ふうに思ってます補強っていうのはその根付いたものそれをまたさらに伸ばしていく、まあ、言葉で言ったらまあ継ぎ木のような感じですよねあのそれをうまくあの続けていくための補強でないといけないと思いますですので今あるここに根付いてるものをそこをうまく育てていきたいというふうに私自身は考えております ありがとうございました。以上で質疑応答を終了させていただきます。では最後にフォトセッションとさせていただきます。準備をいたしますのでしばらくお待ちください。そして YouTube ライブ配信をご覧の皆様、こちらで終了となります。本期のアイナック神戸レオネッサの活躍にどうぞご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。